みんなで練習しよう。よーし。今回も前回に引き続きフットサルの練習をしてみよう。バサジーの選手が使える技を教えちゃいます。今回はシュート編ということで、僕がループシュートをご紹介したいと思います。まずはやってみます。田口選手直伝、キーパーと1対1の際のループシュート。今やったシュートはループシュートといって、ボールを上げてキーパーの頭を越すシュートです。まずはシュートを打つ前にボールを右足の方に少し転がします。そうするとキーパーは1歩2歩ずれます。そしたら空いた方の上をめがけてボールをすくい上げます。ポイントはボールを横に舐めるドリブル。これにより相手キーパーは姿勢が低くなるので、その肩口を狙っていくんですね。ボールを浮かせるコツは、まずは蹴る場所はつま先で蹴ります。で、つま先をボールの真下に入れてみてください。それでスプーンをイメージしてみてください。スプーンのようにボールをほっすくい上げます。そしたら簡単にボールは浮いちゃいます。スプーンですくうようにボールの下につま先を入れると、うまくループシュートが打てるようです。練習してみましょう。さらにゴール前ではこの横に舐めたドリブルで完全にキーパーを抜いて打つシュートや、ループではなく脇の下を狙う選択肢もあります。皆さんお気づきでしょうか。ボールをゴール前で舐めることによってキーパーはすごい迷います。ループシュートもあるし、普通のシュートもあるし、キーパーをかわすこともできる。要するにキーパーと1対1はまずはボールを舐めてキーパーと駆け引きを楽しんでみましょう。相手キーパーと1対1の場面で使えるシュート、皆さんもぜひ練習してみてくださいね。次回ホームゲームは9月3日日曜日、ビーコンプラザでペスカドーラ町田と対戦。さらにこの日は先着500名様にベースボールシャツプレゼント。そして本日この後11時より、時は早稲田タウンにてバサジー大分のイベントサルスタ開催。楽しいコーナー満載、参加無料。ぜひ会場へお越しください。